小室くん、ついに味方がどんどんいなくなってきました。宮内庁さん、早く見捨ててください。やっと失望しましたか。とは言いながら支援するんでしょうけどね、造成。小室圭さん、司法試験不合格で、宮内庁内から聞こえる特別扱い説。元皇族の夫の肩書きがはらむリスクとデイリー新潮。後半部分、非常に面白いです。宮家のレピュテーションと。別の記者によると、眞子さんを送り出すにあたって、永宮様や宮内庁がこだわられ心配されたのは、圭さんの人生設計でした。まあ、人生設計も何もないんですから、ねえ。その心配することもないでしょ。人生設計ないんですから。ね、土台がないんですから。挑戦している司法試験をパスして、キャリアを重ねていけるのかについて、圭さんは丁寧に説明したとされます。まあ、ハリボテを説明されても、ハリボテはどんだけ豪華にハリボテを説明されても、ニューヨークの弁護士になって1億円稼ぐんだわとか言っても、どんだけ豪華に塗装しても、ハリボテはハリボテなんですよ。風で倒れるわけですよ。エイミア様は裏切られたとまではお考えにならないにしても、失望されているとのことでした。また失望できたんですね。もう失望するものないですから、期待してたわけですよ。ね。期待なんてありません。マコさんは功績。離脱をしていて、その動向について表向き宮内庁は関与しないとのスタンスではありますけど、将来の天皇陛下の姉であることは関わらずに情報収集を続けているというのが実態である。いやいや、一般人なんじゃないんですか。あなた方が情報収集するおかげで変にですね、芸能統制かかったりしてるんですよね。え、やめてください。一方で宮様としては、 K さんのことで宮家のレピュテーションに影響があることを、レピュテーションというのは評判です。評判って言いなさいよ。影響があることを気にされているようで、関連する報道が続く中、悩ましい日々を送られているようですと。しらじらしいですね。本当ですか、これ。エイミア様は落ち込むこともなかったと。そんな落ち込んでないと。まあそういうお話もあるそうですけど、なんか、やつれられてたようには見えましたけどね。伊勢神宮で。気にされてるんじゃないですか。皇族の夫という肩書きに魅力を感じて近寄ろうとする人たちは少なからずいるという、そういうことですか。小室圭が元皇族に近づいてるんですから、その元皇族の夫にですね、ちょっと近づくとムカデ人間ですか。それが何かトラブルの火種とならなければいいと祈るばかりである。そのネズミ講みたいになってるじゃないですか。魅力を感じて近寄る人がね、増えると。元皇族の夫。では、マコさんから紐が生えたわけですよね。小室圭に。じゃあ、小室圭から紐生えて、誰か引っ張るんですか、釣るんですか。ねえ、あなたはネズミ講ですか、このコメント欄。じゃあ、プレジットの方で。奥の総合法律事務所からの援助は継続しているようですけど、これはもはや給与とは思えず、どのような名目で行われているものなんでしょうか。継続してるんですね。電話で確かにかけるぐらいですから、よほど、まあ、世話になってるんでしょうな。タイヤといって返済を求めなければ贈与税などもかかわらず合法的にお金を渡せるということなのか、いろいろ不思議です。合法的というか、脱税だと思いますけどね。そう思いますよ。だって、まあ、1000万ぐらいでしょ ?3 年間でもっとあると思いますけど。で、今も支援されてるとしたら、もうそれは平気ですごい額になっちゃうわけ。まあ、40%、50%、普通に行くんじゃないですか、贈与税だったらね。それで非常に高いですからね。こんなことがまかり通ったら脱税っていうわけですよ。だから税金をろくに払ってないわけです。にもかかわらず税金を使おうとしてるわけ、彼は。これすごいですね。払うもう払えと。宮内庁の姿勢を見ると、自分たちに誤りはなくね、もし自分たちが騙されたとしたら騙した方が悪いだけだということのようだと。しかし現実は大きな批判の声を招いているようでして、見て見ぬふりをして現実に即対応してこなかった宮内庁の怠慢こそ問題だったのではないかと。まあやっぱり宮内庁を挙げるとしたら、怠慢、非常に一番怠慢は、小室圭の正体を見破れんかったことよね。調査してるんですよね。小室圭さんと小室圭さん。どういう調査したんですかね。もう探偵会社でもやっとったらどうですか。悲しい話ですよ。もう探偵業にちょっと興味が湧いてきました。こんなろくでもない捜査するか、普通。どうなんですかね。実際やってみないとわかんないですけど、いや、もっとマシな調査できると思いますけど、だって週刊誌すごいですが、もう抜いてるわけですから、ちょっと頑張れば抜けるんじゃないですかね、と思いますけどね。いい人やなって思ってる前提でも、小室佳代さんの異様な経歴には全然気づくと思うんですけどね。というか、これを掘ったですね、週刊誌はすごいなと思うわけで、宮内庁は週刊誌以下でしょう、どう考えても。気になる話あります。非常にですね、腹立たしいことが言われてる記事がありますね。元木さんですかね、ジャーナリストの。この人は経営
さんをなぜか擁護してたり、なんかよくわかんないんですけど、最近はすごい批判してたんですが、この人はなかなか面白いことを言ってますね。宮内庁は資金援助せざるを得ない。宮内庁長官に官房長官機密費のような隠し金があるかどうかは知りませんが、どうなんでしょうね。何らかの形で資金援助するんではないかと考えると、宮内庁長官がいくら類例を見ない結婚とはいえ、元皇族で将来の天皇の姉君が不遇を囲っているのに知らん顔すれば、宮内庁不信、さらには皇室全体の不信につながりかねないからであると。まあ、むしろ逆ですけどね。姉君の不遇をね、ほっとけば宮内庁は素晴らしいってなりますよ。支援せずね、放置して、断固突き放すっていう表現が正しいですかね。今は放置はしてないですよね。むしろ構いすぎ。宮内庁は手を差し伸べざるを得なくなるだはずだと。過保護なんです。眞子さんと小室圭さんはそこまで想定した上でマンハッタンに住居を構えたんではないかと。まあ、そういうふうに。この計画は金銭トラブル解決も、K さんのニューヨーク留学も、みんな私からお願いしたことだと会見ではっきり言い切った眞子さんが考えたのかもしれない。あ、なるほどっすね。まあだから、ニューヨークに移住したのは、このマコさん主導であると。うん、マコがやることやから、あなたお金渡しなさいよっていうことですか、宮内庁さんみたいな。マコさんは自分たちに優しくなかった構成の宮内庁を自分たちの ATM にしようと考えてるんではないかと。ATM やとしか思ってないでしょうね。しかし、宮内庁が運営されてるのはですね、我々の税金なんじゃないですか。つまり、マクさんは我々を ATM だと思ってると。ね、みずほかなんかやと思ってるわけですよ。勘弁してくれと。以前から、エーミア夫妻と宮内庁の間で、マクさん夫妻が困った時は助けると。うちわで話がついてるんではないかと。私はそう考えていると。あ、そうなんでしょうね。元皇族として、週刊誌など日本のメディアの誹謗中傷とも思える皇室報道に対する批判を、K さんと組んでアメリカメディアに出て語っていくのではないかと。週刊誌がそんなこと怯えてるわけないでしょ。むしろ逆ですよ。そんな面白い展開ないでしょうが。そもそも週刊誌なんて訴訟前提で書いてるんですから、そんな怯えないですよ。そんな怯えます。いや、普通にそんなことがあったら週刊誌飛ぶように売れますよ。そんな訴訟費用なんてすぐ回収できますよ。それはないんじゃないですかね。アメリカメディアにね、出て語っていくと。メディアの誹謗中傷とも思える皇室報道に対する批判を、まあ、どうぞやってくださいって感じですけどね。自爆するだけですけどね、とは思いますけどね。もうそんな事態になればですね、もうむしろ余計小室さんのですね、ヘイトが溜まりますよ、どんどん。それはやめといた方がいいと思うけどな。というよりは、小室くんね、YouTuber になったらいいんじゃないですか？ね、小室ドットっつってさ、やればいいんじゃない？あなたアクセス稼げるんじゃないですか？だって、あんな嫌われてる竹中平蔵でもやってるんですから、平チャンネルやってるわけですから、ね、平チャンネルやればいいんですよ。ね、最近ね、低評価見られないんですから、大丈夫でしょう。それを誹謗中傷だと言い放つんだらば、そこで説明すればいいわけですよ。ね。その K チャンネルでですね、紹介すればいいんじゃないですか。司法試験の、合格点。ね。5点足りなかったと。試験結果のなんか、用紙みたいな名前隠したりして、点数開示すればいいだけじゃないですか、小室ドットでさ。そしたら、みんな納得すると思うんですけどね。だから YouTube やってください。はい。というわけで以上です。もう前提条件が崩壊するんですが、彼成績優秀者じゃないんですよ。それはフォーダム大学なんですけどね。記事を発掘したんですが、最近の記事から見ていきます。小室圭さん司法試験不合格で宮内庁内から聞こえる特別扱い説の前半です。学年で唯一の奨学金取ってたのに落ちたっていうことを言いたいんでしょう。さほどびっくりしないわけ。1回目の衝撃がすごかったから、もう2回目も落ちるやろと規定路線です。宮内庁内では合格の可能性は五分五分と見られていただけに、どうやったらね、五分五分って見れるんですか。驚きの声はさほど大きくはないようですが、様々な指摘があるのも事実のよう、指摘しかないんです。K さんは2018年にフォーダム内に入学する際に、マイケル・マーティン奨学金を受け取ることになったと。この話をね、久しぶりに持っていきましょうか。マイケル・マーティン奨学金はちょっとおかしくて、まあ僕的にはおそらく入学前から3年間受給できるのが決まっていたと見てますけど、これは同じ学年で一人だけに支給されるもので、学費に加えて寮の家賃、書籍内だの支給額は年間およそ1000万円にも上ると、3年で3000万もかかってるわけです。
だからフォーダム大学はその3000万の旨味を手に入れたのか、まあ、世界中にフォーダム大学がまあ報道されました。その時は喜んでたのかもしれませんが、安い投資ですよね。しかしこの人は学年で一人ということはね、学年トップですよ。学年トップの人間が落ちたわけですよ。フォーダム大学の生徒全員落ちてるんですかって話になりますから、おかしいです。そんなことないわけですよ。だからここで矛盾があってね、小室さんはマイケル・マーティン奨学金を受け取れなかったと、そう証明できるわけですか。返済不要の奨学金を得るのは学業優秀だからというのが世間の常識でしょうと。ケイさんは卒業時成績上位 15% 以内に入っていたと報じられたこともありますが、そんなこと聞いたことないですけどね小室でっていうのは聞いたことあるけど、20% ぐらいは聞いたことがあるけど、15% は聞いたことないな。入学時より成績を落としたということなのか、あるいは別の事情があったのか、両方なのか。上位 20% とかだったら、5分の1だったら、まあそこまで優秀ではないですよね。そのあたりはなかなか判然としませんでした、担当記者。その点、司法試験はケイさんの実力をアピールして、またとない機会だったわけですが、結局司法試験を受からなかったんだから、成績優秀者じゃないでしょ。どう考えても。実際、面白い話があるんです。肩書きにメリット。一度ならず二度までも不合格となってしまったということで、合格を中心に学力は最初から学年で5本の指に入るレベルではなかったという見方が宮内庁内でも強まってきていました。そこで出てくるのが入学時の特別扱い説ですと。例えば入学の際、フォーダム大のホームページ、マコさんの婚約者などとしてフューチャーされることだったと。入学ソルジ動いてんだよね。文春によると、入学ソルジが、マコさんの婚約者って書いたやろと。フォーダム出すときに、書類とか。で、問い合わせはかけたんですね。書類取り寄せたんですが、フォーダムは渡さなかったと。アメリカにはロイヤルファミリーへの憧れがあると。分析もありましたと。後にこの件は削除されましたけども。そもそもこのマコさんの婚約者という情報は K さんが認めない限り、大学が記載することはないのが自然ですよね。そうだよね。あ、絶対書いてくださいって言ったんじゃないですか。フォーダム大がなぜ一学生である小室圭君をマコさんの婚約者と、わかるんでしょうかっていうわけ、明らかに小室が言ってるわけですよ。フォーダム大学入ろうとして、ご自身で考えるとね、私はマコさんの婚約者です回答用紙に書くと、ね、こんな恥ずかしいことないですよ。テストで、留年がかかってますみたいなもんですよ。ちょっとお願いします、サインくださいみたいな感じですよ。こんな恥ずかしいことないで、実力で頑張れよ。実力で頑張れ、お前はと。K さん自身は昨年10月の会見で、婚約者としての特別扱いを否定していると。実力を評価された結果だと、訴えたかったようです。マコさんの婚約者の部分は伝えたり認めたりする必要がなかったんじゃないかと。プリンセスの婚約者という肩書きにメリットを感じていた部分があったのでは、それしかないでしょう。それしかねえんだわ。といった声も宮内庁内から上がっているようです。いや、そんな声上がってたらほんまに面白いですね。まあ日常会話で宮内庁の職員さんも、上はどうかしますけど、下の人とか中間の人とかちゃんとしてると思いますから、それは日常会話もするわけで、そういうこと言ってるんじゃないですか。小室はやばいと、共通認識でしょ、ね、97% はその 97% なんじゃないんですか。このような声が出るのは上がおかしいだけですよ。で、上階にすればいいんじゃないですか。結婚に際して K さんが司法試験合格の可能性について言及していたとされているからである。うん。だから詐欺婚だと。これ詐欺ですよ。これ結婚詐欺、新手の詐欺婚でしょこれ。で、面白い記事があった。2019年、衝撃のタイトルがあるんですよ。小室圭さん、成績優秀者ではないのに、奨学金。これもね、前提が崩れるわけですよ、すべて。来年2020年に結婚式を行うと。それが眞子さんが現時点で表明されて唯一の事実。再延期でもしない限り、そろそろ結論出さなければならない。そっからまた伸びましたけどね。婚約内定者である小室圭さんは、ニューヨークのフォーダム大学へ留学中と。現在は3ヶ月の夏休み中だが帰国もしていないと。もうフォーダム大学は知事でも出して、フォーダム大学とでもですね、PR しとけばいいんじゃないですか。小室さんの母、佳代さんは現在、もうそれぐらい、でいいと思う。小室さんの母、佳代さんは現在アメリカには渡らず、日本国内にいると把握しています。まあ一時金の話が来て、で、ここっすね。これ衝撃ですよ。これね、今年5月に行われたね、小室さんの留学先のカリキュラムの卒業式では、十数人の成績上位者が表彰されたが、その中に小室さんの名前はなかったと。小室さんの名前がなかった。そんなバカ。小室さんは今年、留学生の中で、類稀なる成績の人物が、
受け取れる奨学金の受給者に選ばれたそうなんですが、なぜ成績優秀者ではないのにコースの学生400人中2人だけしか選ばれないその受給者に選ばれたのか、奨学金まで特別待遇があったにせよ、難関のニューヨーク州の弁護士試験にも合格できるのか心もとないと見る人もいますと。はい、当たりです成績優秀者でもないのに奨学金をですね得ていたという、まあ、明らかにおかしいわけ。やっぱりコメント欄でもですね、おかしいやろと言ってる方がいっぱいいる。これが共通認識でしょう。これ皆さん知ってると思いますが、もう一回言いましょう。マーティン奨学金もらってね、司法試験に落ちたのは史上初だと。それが2回もとなると、一体それまでの高評価は何だったんでしょう。世界最高の男です。この程度の能力で特待生扱いされた経歴を宮内庁と赤坂明らかにする必要があると思います。今後も能力が改善すると期待する要素は乏しいという気がすると。はい、都合よく立場を使い分けて美味しいとこ通りすれば何でも叶うといった間違った思い込みはいい機会だから捨てた方がいいんじゃないのと。このような見込み違いは終わらないと思いますし、そこに税金を注ぎ込めば所詮今回同様の苦労に終わると思いますよと。学力レベルは上から数えてのトップ5ではなくて下から数えて低いの5人でしょうね。5点足らなかったんじゃなくて5点しか取れなかったの間違いでしょうねと。フォーダム卒業生 94% 1回目で合格できる試験に2回落ちたことは見事に本当の実力が証明されてしまったんでしょう。これから先どれだけの弁護士が彼の先を行くんでしょうか。弁護士の優劣を測る一つの尺度は弁護士試験の点数かと。一つの尺度に過ぎないんですけどね。弁護士試験って日本の場合はすごい難しいからあれですけど、海外の場合、そんなめちゃくちゃ合格率低いわけじゃないじゃないですか。オーダム卒業生 94% が受かるわけですよ。ね。スタートラインなわけ、結局ね。昨年7月と今年2月のニューヨーク弁護士試験、合格者合計は7169人ですと。この合格者は事実として彼よりも点数が上ということですと。3000番以上ですよね。もし再受験で合格したとしても、一体何番目でいられるんでしょうかと。これまでの合格実績数で考えるならば、次回運よく合格しても2年間が過ぎてしまうと1万番目以下ということです。明らかにスキル的、まあ知能というかテストというかペーパー的な観点、知識っていう観点で言えば1万番目以下なんじゃないんですか。そもそもなれるかな、怪しいですけど。今も優秀な成績で弁護士試験に合格後も厳しい強風にさらされながら日々切磋琢磨しているニューヨーク弁護士会で何の実績もないし弁護士を判断するね、弁護士試験の点数は予想以上に重いものかと思いますと。スタートラインに立ててない以上は重い数字でしょうね。今の段階で小室圭君はね、確かに点数でしょうね。しかし彼弁護士でもないですから、結局ね、彼は弁護士になれる日が来るんでしょうか。そして弁護士になってしまう誰が依頼するんでしょうかと思いますが、はい、じゃあ以上です。じゃあ、地下室。はい、忖度記事を発見してしまいました。そんなわけないでしょうが。小室圭さんに帰国を勧める声、日本なら仕事面でも引く手、あまたでですね、メリット大かと、週刊ポストが挙げてるわけですけど、またですかあなた方。ねえ、また忖度してるのと、しかし、過去記事を見ると、こんなことは嘘だとわかるわけで、あまたではないですよ。お荷物扱いされてるんですから。というのを合わせて見ていただきましょう。まあ、結局日本帰国したも、彼は、まあ、やはりそんな引く手余ってでもないですし、明らかに日本国民全員から嫌われてるわけですし、企業が彼を雇うにしろ、レピテーションリスクであったり、非常にそういうのが大変なわけですから、まあ、無理でしょう。またも桜は咲かなかったと。誰が雇うんですか？唯一可能性あるとしたら、インフルエンサー業とかさ。もう炎上むしろみたいな、そういう業界しかないですよ。まあ、そんなでも炎上させてもね、すぐ飽きられると思うけど。次の試験は4月、3度目の正直を目指す小室さんだが、周囲からは夫婦の帰国を勧める声が上がり始めたと。小室さんの不合格で、夫婦の生活の安定は遠のきました。現在、小室かっていうね、話ですから、現在小室さんはね、学生ビザの延長である OPT プログラムを利用してアメリカに滞在中だと。で、昨日なんかギャップエクステンションがあって、最長10月かな、10月1日かな、仮に取れてたとしてするならば、10月1日まではね、伸ばせると、最長ね。今後は就労ビザを取得すると見られてますが、
今回の不合格で小室さんの就職事情に、まあしかしそれは延命措置に過ぎないわけですよね。本質ではないわけですよ。うん。ギャップギャップエクステンション、なんであるかっていうと、学生ビザの間が空いてしまうから、それは不便だから、それを埋めるためのものですよね。じゃあ H1B 取れなかったら意味ないわけですよ。今回の不合格で小室さんの就職事情に暗雲が立ち込めていると。国際弁護士でニューヨーク州弁護士資格を持つ清原さん。清原さんがまた忖度してると。これどっちなんですかね。ニューヨークの試験は、そんな本気出してないわ、みたいなね、言ってましたけど。二度不合格だったことで、現在法務助手として勤める法律事務所から解雇される可能性は否定できません。解雇されるでしょう。定職がなければ無職です。仮に就労ビザを取得しても、そのビザは失効しますよと。アメリカの就労ビザは、再取得希望者が非常に多く。だから H1B 取っても解雇してたらもうないってわけでしょ。高い倍率の抽選を勝ち抜く必要がある。だから10月1日までに職を、まあ、取れたと しても、もしね、ないと思うけど、取れたとするならば何らかの忖度もね、何があるか知りませんけど、解雇されてたら取り消しなわけですかね。10月1日以降は。まあ、取り消しになりそうな気はしますけど。A 氏デイリーメールは4月12日、マークさんがニューヨークのメトロポリタン美術館で、無給ボランティアとして勤務していると報じました。小室くんがね、配偶者ビザを取得してアメリカに滞在することは可能ですが、配偶者ビザでは就労ができませんよと。A1 だったら、2だったらまだできるんですが、A1 も取るのはこれ結構厳しいと。まあ、一回日本に帰国しないといけないとか、ね、文集書いてましたけども。で、米国であったらかなり時間がかかってしまう。二人の住まいはマンハッタン中心部から西のエリアで家賃は月50万円、60万か55万円ですよ。マコさんが就労ビザを得た上で正規職員として美術館に就職しても、これはもう目当てないでしょ。まあ、結局大安でしょ。妻一人の稼ぎで物価の高いニューヨークで生活するのは心もとない。足りないと思いますよ。うん、高々700万ぐらいだと思いますよ。小室さんは4月に司法試験を再受験する意向ですが、再受験、社の合格率は 30% 前後というのが現実だと。なんか出ちゃうですね。まだそんなこと言ってんのか。そんな苦境の夫婦に対し、日本帰国を望む声が日増しに高まっていると、どこから声が聞こえるんですか？どこから聞こえるんですか？記者が言うと、うん、まあ聞こえるとするならば、ニューヨークにいると、これ税金がかかってしまうから、いっぱい。日本帰ってこいと。それはわかるんですが、そんな好き好んで、小室くんはすごい好きだから、みたいなのはないですよ、一切。無理してアメリカでの生活にこだわる必要はないんでしょうかと。そんな声が宮内庁から出ているんです。帰ってこいと。お話もあったわけですが、じゃあ勘弁してください。夫婦のマンションは今や観光地化してますと。税金使われますしね、結構。国土レジェンス青山。あれ、こうかかるんじゃないですか？月80万円もかかる。まあ日本の場合は、まあ小室さんの知名度は必然的に上がるわけで、もっと警備費かかりますよね。対象が増えますから。まあ海外ではそんな知名度は日本に比べてはないわけ。知ってる人が増えるから。多分ね、写真は絶対あったら、あんだけ TikTok とか若者まで知ってるわけですから、モノマネ芸人も増えると。写真とか動画を撮ったら、ニューヨークセレブティーモーメントさんとか、デイリーメールとか、すごい量でアクセスが来るんですから、それ撮りますよ。当初、渡米には撮る人もいますよ。中間者って絶対に狙いますから、渡米にはマスコミの目から逃れるという目的もあったでしょうかと。うん、日本やったら来やすいからね。デイリーメールをはじめ、日本のメディア以上に必要な海外パパラッチに日々追いかけられている。アジア系の住人に対するヘイトクライムも増えていてですね、ヘイトクライムですね。なんですか、自己責任だよね。2月10日には夫婦の自宅のすぐ近くで銃撃事件も発生した。日本で暮らす方が安全だという点は否めませんと。なんであんなところに来たんですかね。清原さんもこう話すと。仕事面から見ても帰国するのが一番いい選択肢。英語が堪能で、そんなこともないと思いますけどね。インターナショナルスクール入る前はそんな英語できなかったと。まあ、そういう話もありますし、今も英語どうなのみたいな話もありますし。ニューヨークの法律事務所で実務経験を積んだ小室くんは、日本の企業は法律事務所から引く手あまたでしょうと。どこが取るんですか？知名度も日本の方が高いし、知名度だけでしょうが、企業の相談役やコンサルタントといった形で活躍できるんではないのかと。炎上させコンサルタントですか？仮にニューヨーク州の弁護士を目指すにしても、日本で働きながら賛否両論じゃないわけですよ。ひひひひ。日本で働きながら受験勉強して、試験時だけ渡米する方が経済的に楽です。実際にアメリカで弁護士を目指す日本人の多くはそうしてますと。
ゴーさんにとってもその方が生活は安定するはずです。ええ、ご身分ですがな。日本で働きながら受験勉強して資金だけ投げすると税金でと。ね、あ、ふざけてますよね。もうぶった切ってるわけですが、週刊文春なんですね。多くの総合法律事務所。見つけましたよ。やっぱり、お荷物評価を受けてた、奥の総合法律事務所のパターンね。うん。結構待たず入籍を急いだら、まるで詐欺込んだと。三菱東京 UFJ 銀行を退職後に、パラリーガルとして勤めていた、奥の総合法律事務所でも、評判良くなかったと、報じてるのは週刊文春でした。彼のフォーダム大学留学が決まった時、奥の事務所のメンバーの一人はね、やっといなくなるわと。すがすがしい様子を見せていたと。決して仕事ができるタイプではなく、むしろお荷物だったと。将来をです。希望されるエリートからお荷物にまで評価が下落してしまったと。そんな勤めてないよね、彼も奥の総合法律事務所。ということはよっぽど能力がないっていうわけですよ。残念ながら、はっきり言ってしまうと。まあ、これだけだったら、まあ、小室さんは会わなかったのかもしれないって思うかもしれないけど、そんなことないわけです。三菱東京 UFJ でもこういうこと言われてたわけ。社員の食堂で小室さんを含めた部長や社員など10名ほどお昼ご飯を食べる機会があったと。みんなで和気あいあいと話している中で小室さん会話に入らずね、黙々と食事に集中してましたと。うん、お母さん弁当を送ってたんでしょう。彼の家族や彼女は大学時代の話なの全く聞いたことのないから、プライベートの情報をよほど言いたくなかったんでしょうね、と。誰もあんたに興味ないわ。上司が鴨野さんに放っていた陰口と、同僚とのコミュニケーションを控えていたことも関係してか、思わぬ陰口を叩かれていたというわけですよ。陰口も叩かれていると。ある日彼の上司が、小室は英語ができるけど、業務の方があんまり、と嫌味を言っていました。その上司が英語が得意ではなかったこともありますし、法人営業部では、日本人を相手にすることが多いと。英語使うんですか？英語使う機会がないから、語学堪能なことで上司から反感を買うことがあるんです。いや、違うでしょ。小室は英語ができるけどって多分さ、そんな機会ないでしょ。銀行で。あるんですか？日本の銀行で、UFJ で。ないと思うんですけど、あっても少ないと思うんですけど。その部署によると思いますけどもね、なんか自己紹介的なもので小室くんが英語が得意ですみたいな、英語のなんか学部出てましたみたいな、そんなことを言っただけなんじゃないの。だから小室は英語が できるけどとね言ったんじゃないですか。そこしか取り柄ないから、業務の方があんまりと。だからもう実際本当にできなかったんでしょう。過去の評価がいっぱいあるわけですよ。ということは誰も評価してないわけですよ。本当にこんなことあるんですかって思うわけですよ。じゃあ清原さんが言う、日本の企業や法律事務所から低くて余ったと。なんかないでしょうが、知名度も日本の方が高いし、企業の相談役やコンサルタントといった形で活躍できると。なんかないでしょうが、誰が取るんですか。ということは帰国しても裏方とかにつかない限り無理ですよ。表舞台には絶対上がれないですよ。だって指刺されますからね。あ、小室やと。いうわけですから、そんなパパラッチがいっぱい狙いますよ。残念ながら彼は、あくまで JD の資格でしょ？ね、法学部の資格でしょ？日本で仕事に弁護士になれたとしても、まあ、司法試験にまず受からないと思いますが、ね、誰が依頼するんですかと。まあ、ですから、ニートっていうこの悲しい現実しか待ち受けてないのかなと、私は思いましたね。はい。というわけで以上です。それでは皆様ご一緒に、地下室お疲れ様でした。バイバイ。